こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出は稼げるか。大した努力もせずに稼げる副業。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネス、えー。輸出ビジネス、マニュアルサポート、特別会員募集中です。こちらをクリックして募集内容をチェックしてみてください。オーストラリアア a マゾン、どれぐらい稼げるか。これは アメリカアマゾンを始めて半年で、まあ、どれだけの成果を上げていただいたか、まあ、その売上のキャプチャーです。30日で3012ドル。30日で6073ドル。30日で11,309ドル。30日で21,287ドルと。21,282ドルというのは、えー、年間に直すと、なんと、えー、約3000万円。 約3000万円の売り上げが上がるようになったと。初めて半年でですね。これはアメリカアマゾンが稼ぎやすかった頃に、テンバーアカデミーでサポートした会社の実績です。6ヶ月で月10万から70万稼げるようになりました。今、アメリカアマゾンを始めた場合は、稼ぐどころか、6ヶ月間サスペンドされずに生き残ることが困難です。 成長の早いアマゾン初心者が遅れてスタートした場合は挽回が難しいです日本に生まれたのにアマゾン輸出をしないのは損ですそしていつ始めるかが重要始めるのは今すぐに始めるのがおすすめですこれから一番稼ぎやすくなるオーストラリア、えー、アマゾン市場はオーストラリア日本製品はオーストラリアで高く売れます27年 日本とは正反対ですね。オーストラリアは、オーストラリアの人口は先進国中で最も増加している。これも日本と正反対です。輸入ビジネスは稼げない。私も初めは輸入ビジネスに取り組みました。しかし、日本人は品質だけでなく、価格、包装、梱包、配送日数、正確さ、 アフターサービス。すべての要求が厳しいです。アメリカでは新品で通用する商品が、日本では中古どころかゴミとしての価値しかない。そんな残念な体験もしました。また、輸入ビジネスや背取りで稼げなくて宿泊していった人にアマゾン輸出を進めて、稼げない副業から稼げる本業に変化して会社の社長になった会員さんも何人もいます。世界最高の仕入れ場所。 それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼ぎにくい。しかし逆に言うと仕入れ場所としては日本は最高です。私の世界旅行も最初は良い商品の仕入れ先を探すためでした。しかし今や日本ほど仕入れに適した国はありません。これは世界50都市以上回って強く実感しています。物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもある。 例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。これらの商品は実際に売れている商品です。アマゾンでは売れるとランキングがつくので売れてる商品か売れてない商品かすぐにわかります。100円ショップダイソーのくっきり二重まぶたにするアイテープ13倍で売れてます。ソフトクレイ5倍で売れてます。ソフトクレイ別なソフトクレイ1個で10倍で売れてます。 6個セットでも3倍で売れてますありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れますベイブレードバーストこれは1328円で仕入れたものが3776円3倍で売れてますオーストラリア市場で日本製品を販売するのがどれほど魅力的かはオーストラリア ebay での製薬状況をチェックすると予想がつきます 炊飯ジャー3万1689円で仕入れて5万9507円で売れてます別な炊飯ジャーは1万5230円で仕入れて3万2014円で売れてますまた別な炊飯ジャーねどんだけ炊飯ジャー好きなんだって感じですけど、まあ、業務用の炊飯ジャー2万5490円で仕入れて5万1986円で売れてますまたヘアアイロン ねえー、2469円で仕入れて2.8倍で売れてますソニーのワイヤレスコントローラー8500円で仕入れて15122円で売れてますコピック8849円で仕入れて14817円で売れてますプラモデル7 7 0十円で仕入れて14786円で売れてます そしてタミヤのプラモデルパーツこれは1600円で仕入れて5.7倍9 9 0 9 6 9円で売れてますまた家庭用プラネタリウムホームスター8335円で仕入れて14180円で売れてますオーストラリアが食品の販売を開始したらお菓子も儲かりそうですそして先月、ね、食品の販売お菓子の販売を開始しました ジャガポックル6個セット5990円で仕入れて11789円で売れてますまたサントリーのウイスキー響き4320円で仕入れて12359円で売れてますこのように高く売れる日本商品はいくらでもあります無在庫販売で月賞1億円これバイグローバルという出品者ですけどこの出品者 評価の数から逆算していくとおそ、まあ、らく、ね、最低でも月1万円の販売量を無在庫で販売していますそしてオーストラリアの、ね、アマゾンどれぐらいの市場のボリュームがあるかですけど12月26日クリスマスの翌日がプレゼントの箱を開けるボクシングデーという日になっています この日のバーゲンの売り上げが1日で2000億円。この2000億円というのは、日本で一番大きな三越伊タンホールディングスの2ヶ月分の売り上げです。そのね、日本で一番大きなデパート三越伊タンの2ヶ月分の売り上げを1日で上げると。これはもうオーストラリアアマゾンやってみようと思っているなら、今すぐ始めた方がいいです。今すぐにオーストラリアアマゾン輸出を始める 3つの理由1番 Amazon は実績重視新参者に厳しいシステムです始めるのは早ければ早いほどいいです取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は新規出品者は売れない仕組みになっています2番初めの頃は間違えた商品を扱っても多めに見てもらえます3番12月26日のボクシング電話であと 1>, 1ヶ月半、1年で一番の稼ぎ時チャンスをものにしましょうオーストラリアアマゾンはまだ始まったばかり購入者へアピールするシステムも日本やアメリカと比べるとかなり貧弱です今からオーストラリアアマゾン輸出を開始して商品探しをしている間にどんどん売れやすくなっていきます凡人でも大した努力もせずに稼げるのは今だけです すぐ結果が出るから続きます。そしてライバルが少ないので売りやすいですし、間違えたことをやっても許してもらえると。まあ、こんだけ条件を揃ってない今だけなんで、もう始めるのは今がいいです。こちらをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出マニュアル特別モニター募集ページを見てください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。